なんかハテナの飛んでるやつ、あれまたマリオメーカーで作ったことのやつ気になるんやけど、その前に VS モードやってみようかな。なんや VS モードって。 VS モード、世界中の人たちと、これは怖いな、これは怖い。こんなもんがなんでマリオメーカーともマリオカートの後に出る、あの間に出るん。やること多いわ、やらんくなってまうやん。これ相手にウイルスを送り合ってて、もう最悪のゲームですよね。実社会でやってたとしたら、誰や相手、誰や。まだ俺じゃない、まだ俺じゃない、これん。何をしてるのこれ。お、早送りした。アタックゲージが満タンになりました。アタックゲージが満タンになると相手にウイルスを送って攻撃。何を言ってるか分かってるのかな、任天堂は。何でもかんでもヒップドロップとかで消したりして、ピーチとか言って。そんなんね、かわいそうに。テトリスも出るみたいですよね、パッケージ版は。なんていっぱい出るの、ゲーム。それかと思ったら、ファイアンブレムの CM が6つ出てましたけど、今日、メール来てたけど。すごい力が入ってるんですよね。ファイアンブレムって CM 見てやる人っているから、ちょっとマニアックじゃないんだって。防御しました、一定の確率でパンパンってやったね。ほらほら、パン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 の後の持ち方わかるわかる。そうやってやってる俺も。うまいこと絵描いたるやわ。スキルゲージも溜まってる。え、なんでここだけ俺が押すの。なんで今まで教えてくれてたやん。急に説明終わった。どっからできるの。フレンドもできるんや。へえ、ステージモード、 あっち行くんか。それはやってみましょうか。初対決は誰でしょう。いつも僕の初対決になる相手は出ちゃってごめんなさいね。全然韓国人やん。世界なんやこれ。もう始まってるの。20面までクリアしたぞ俺は。負けんぞ。こうやってほったらかしにできるのがいいね。この間に入れたりとか。これいけるんか。あ、危ね。なんかしてきたな。え、強い俺。あれ強くないわ。まだ終わってなかった。でもここにこうしたらね。いいとこ消えたな。今の手段がいいな。ピンチ？あっちがね。ねえ、あっち下手やん。やった。よかった、下手な相手と当たって。でもクッパ強そう。あ、なんか仲間連れてるあの人。めっちゃ強そうやん。危ね。手抜いてくれたんかな。まだよくわかんないですけどね。